トマス・ユーイングの肖像画、トマス・ユーイングはアメリカ合衆国の政治家。第14代アメリカ合衆国財務長官と初代アメリカ合衆国内務長官を務めた。1789年、バージニア州、ウェスト・リバティで誕生。オハイオ州のオハイオ大学で学んだ後、1817年に同州ランカスターで弁護士業を開業した。1830年、 ユーイングは保育党からアメリカ合衆国上院議員に選出され1836年まで3期続けて上院議員を務めた。ユーイングは上院議員としてアンドリュー・ジャクソン大統領が行った第二合衆国銀行の廃止を非難し国立銀行の再設立を主張したハリソン大統領と閣僚たち。左端で顔を覆っているのがユーイング。 1841年3月、ウィリアム・ハリソンが大統領に就任すると、ユーイングはアメリカ合衆国財務長官に指名され、同年9月までの半年間、財務長官を務めた。ユーイングの財務長官就任後間もなく、ハリソン大統領の死去により、副大統領のジョン・タイラーが新大統領に承認すると、全財務長官。 レビュートベリーによって考案された独立国庫制度の廃止計画が打ち出された。そして、タイラー新大統領はユーイングに対し、連邦政府の資金を管理するための新たな方策を考案するよう要求した。ユーイングは合衆国国庫銀行という銀行の設立案を組み上げ、国庫銀行法として議会に上呈した。同法案は上院を銀座で、また会を大差で通過し、 1841年8月7日に、タイラー大統領のもとへ届けられ署名が求められた。また、同時に審議が進められていた独立国庫制度の廃止についても、独立国庫制度廃止法として議会を通過した。この法案も同じく、タイラー大統領のもとに、先の国庫銀行法が届いた2日後の1841年8月9日に届けられ、署名が求められた。 タイラー大統領は8月13日に独立国庫制度廃止法に署名をし、独立国庫制度の廃止を決定した。しかしその3日後の8月16日、国庫銀行法に署名をせず、憲法上の問題を理由に拒否権を行使した。その後もユーイングはタイラー大統領の要求に応えるため、先に指摘された問題点を解消した合衆国国庫法人という、 新たな提案を行った。この法案は1841年8月23日に会員を9月3日に上院を通過し、タイラー大統領のもとに届けられたが、タイラー大統領は9月9日に再び拒否権を行使した。タイラー大統領は事前に今回の法案については署名をすると表明していたことから、ユーイングはタイラー大統領に抗議の意思を示し、 ダニエル・ウェブスター国務長官を除く全閣僚と共に辞任したテイラー大統領と閣僚たち。右から二人目がユーイング。1849年3月、ザカリー・テイラーが大統領に就任すると新たに創設された内務省の初代長官としてユーイングが指名された。ユーイングが就任した当初、内務省は事務所スペースを所有していなかったため、ユーイングは テナントビルを借り受けた。その後1852年、内務省は特許庁が新たに建設したビルの東側部分の提供を受け、そこに入居した。内務長官としてユーイングは国有地管理局を財務省に統合したり、インディアン局を陸軍省に統合したりするなどの省庁の合併整理を実施した。その一方でユーイングは、 職員の大規模な配置転換による利益誘導政治を行い内務省の政治腐敗の原因を作り出した。そのためユーイングはメディアから批判を買い、1850年7月に内務長官を退任した。1850年7月、ユーイングはトマス・コー・ウィンの辞職によって空席となったアメリカ合衆国上院議員の議席を埋めるため就任を要請された。ユーイングは この指名を受諾し、人気満了となる翌1851年3月まで上院議員を務めた。その後ユーイングは上院議員への再選を目指したが失敗した。1871年、ユーイングはオハイオ州ランカスターで死去した。ユーイングの遺体は同志戦とマリーズ墓地に埋葬された。ユーイングは南北戦争を戦った。 ウィリアム・シャーマンを養子として育てたことでも知られている。またシャーマンは、後に、ユーイングの娘と結婚した。ありがとうございます。